文章、ヤンマテイコによる、肖像画、カジミエシュヤギエロン地区は、ポーランド及び、リトアニアの統治者であった、ヤギエボ家の人物で、キリスト教の聖人。1552年にローマカトリック教会により、劣勢された、リトアニア及び、リトアニアの若者たちの守護聖人。リトアニア5名ではカジミエラス。ポーランド王リトアニア大公カジミエシュ4世と、王妃。 エリーザベトの次男として生まれた。母方の祖父は、ローマ王、ハンガリー王、ボヘミア王だった、アルブレヒト二世である。9歳になると、彼は、ルブフ氏教やんドゥゴシュとイタリア人の国王秘書官、フィリッポ・ボーナコル氏に教育を受けた。13歳の時、カジミエシュは、マーチャー主一世に不満を持つハンガリー貴族の一派から、ハンガリー王位に就く要請願を受けている。 オスマン帝国の侵略からキリスト教世界を防衛することを熱望していたカジミエシュはハンガリー王冠を受けることを承諾した。カジミエシュのおじでかつてポーランド王とハンガリー王を兼ねたブワニスワフ三世は1444年のバルナの戦いでオスマン軍に敗死していた。しかしカジミエシュは結局ハンガリー王位の獲得に失敗してポーランドに逃げ戻ることになり、 再び、ヤンドゥゴシュの教え子となった。父カジミエシュ4世は、長男、ブワディスワフが、ボヘミア王位に就いた後、次男、カジミエシュを、ポーランド王位の相続人とみなし、しばしば公の場に連れ出すようになった。1479年、国王はリトアニアに、向こう5年間滞在することが決まり、カジミエシュ王子が、ポーランドで留守を守ることになった。 1481年から1483年まで、カジミエシュは、ポーランド国家を大変な分別と、公正さをもって統治した。不王は、カジミエシュを神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世の娘国軍でと結婚させようとしたが、彼は独身でいることを望み、この縁談を断った。経験な信仰の発露としての極端な断食生活が彼の体を衰えさせ、 富士の廃蔵の病、おそらく結核を病むことになった。1484年、カジミエシュは、リトアニアへの旅の途中に、フロドナで没した。25歳だった。リトアニア大公国の首都ビリニュスに埋葬され、現在もビリニュス大聖堂の聖カジミエラス、礼拝堂に意外が安置されている。カジミエシュは大変な徳を持っていき、 また国家を統治し、素晴らしい慈愛と栄知を持った人物として記憶された。彼はいくつかの奇跡を起こしたことで知られる。有名な奇跡には、リトアニアと東方教会に属するモスクワ大公国との戦いの、最中の1518年と1519年に、リトアニア軍の前に姿を現したというものがある。カジミエシュは1522年、教皇ハドリアヌス6世により、 結成され、リトアニアの世襲領主であったことから、リトアニア国家の守護聖人とされた。1948年6月11日、教皇ピウス12世は、カジミエ主を、すべての若者たちの特別な聖人であると宣言している。祝祭日は命日である3月4日。ありがとうございます。